ギャランラムダは三菱自動車工業が製造、販売していた2ドアハードトップである。ギャラン店で販売されていたこのギャランラムダに対し1978年に新設されたカープラザ店から発売されたエテルナラムダはバッジやグリル、トーカ類のデザイン違いの姉妹車である。当時のアメリカ製クーペ等に影響されつつ、滑稽4頭ヘッドライトやサイドに折れ曲がった。 リアウィンドウを採用した直線的スタイルで内装でも国産車初採用となった一本スポークのステアリングホイールとも相まって斬新な印象を人々に与え先行発売のギャランシグマ同様当時の三菱の花型車種の一つとなった軽機類では6連メーターを装備していた左側からエンジンオイル油圧計バッテリー電流計冷却水温度計速度計 エンジン回転系、燃料系である。気候面では、前輪ストラット、後輪4リンク式固定軸のサスペンションを含めて、4ドアのギャランシグマと同一だが、トレッドが、前後輪とも拡幅され、ブレーキが4輪とも、ディスク式となっていた。1977年6月発売 1600SL1977 年6月発売 1600SL 海外へは、 三菱札幌という名前で輸出され、北米市場では、クライスラーの販売網で売られ、プリムス札幌や二代目ダッチチャレンジャー、三菱、スコーピオンとして輸出された。全長およびホイールベースの数値の違いを除き、初代モデルのスタイリングをほぼそのまま化粧、異形ヘッドライト採用や、メッキ部品の抑制でよりモダナイズされていた。また、それまでのギャランラムダエテルナは、 エテルナラムダと解明。また、ネドアのスペシャリティカーであるものの二代目ラムダには、ディーゼルエンジン搭載車も存在する。足回りは、上位モデルの GSR とロイヤルの未前後ストラット4輪、独立喧嘩。それ以外の普及モデルは、リア4リンクコイル式固定軸という構成で、後輪駆動の三菱、スタリオンでも極初期には同様の足回り構成が、見られた。 発売初期のイメージキャラクターに女優の事例紙が寄与された。ありがとうございます。